どうも、さらば青春の光森田です。ラランドサヤです。はい、さて、はい、この YouTube で何をするかと言いますと、ええ、まずはですね、はい、ちょっとこのラブホテルに入ってほしいんですよ、はい、僕と。なるほど、はい、ちょっと YouTube を使って、はい、エッチしようということですか。まあ、これが、はい、うちのやり方です。あのさ、ちょっと、はい、とりあえずさ、あの西田と、お前のところの西田と、はいはい、うちの袋にさ、はいはい、ちょっと呼び出されてんのよ。なんかこのラブホテルに、ラブホテルに、そう、ちょっと袋さんに呼び出されてラブホっていうのはちょっと緊張しますね。うんうん、まあね、まあ、ちょっととりあえず入ろう。さや、いや、怖い。ラランドのさやがラブホテルに入る。やめてください。森田さん、やめてください。森田とさやがラブホテルに入る。はい、緊張する。すごいな、ラブホの中でもめちゃくちゃいいとこじゃないですか。そうね、すごいい部屋取ったからさ。いい部屋取った、うん、部屋見たら多分気持ちも変わると思う。いえ、緊張ほぐすために、うん、ちゃんとドリンクバーとかもいっぱいちゃんとあるから、ね、ビールも飲み放題、これは。え、ね、だいたい女子はもう部屋見たら変わるから。そのハウトやめてくださいよ。ちょっとドキドキするね。ドキドキするね。アイスブレイクいいんですよ。まあ、でそういうことの前の酔った酔ったじゃね。行きやすくじゃないんですよ。あら、これじゃないですか。アッチマルに18禁ザ・ボーイズ。はい、え、ちょっと怖っ。まあまあまあ、そういうとこですから。そういうとこは、まあまあ、18禁ですから。大体ザ・ボーイズって、はい、え、さあ何ですか、こんな感じな。あれ、え、あれ、あ、ちょっとなんか、え、ん、多分途中から。まずい。確かに、なんか多分そういう完全なプライベートになるところだ。プレイにしてもその どういうプレイなの。なんなん、なんなん、入っていいの。いやいや、入っていいですよ。もうちょっとゆっくりゆっくり話しよう。もうなんすか、この、うん、ハロウィンでなんか俺らだけノリ悪かったみたいな。悪かったですね。逆に浮いてるよね。ハロウィンパーティー。いや、なんか恥ずかしい。そこまで、あの、がっつりコスプレしてくるとは、うん、みたいな感じですね。これ何ですか、これどうしたらいいですか。まだ分からないですか。うん、全く分かんないです。何ですか。この格好見ても分かんないですか。鈍いね。本当にコスプレのそういう会なんじゃないの。あの、うん、アメリカのレスラーの嫁ですよ、ね。誰がだよ。格好はいいよ。WWE とかに出てくる。参戦してくるタイプはないですけど。強そう。強そう。はいはい。じゃあ何ですか。何するんですか。西田さん、教えてあげてください。はい、今回はですね。うん、いや、コスプレが仕切るんだ。いや、しょうがないわ。この二人が進行していくからね。まあ、そういうことですね。両脇が仕切るんかい。これはですね、Amazon プライムビデオで大好評配信中のザ・ボーイズの、まあ、ヒーローのコスプレなんです。はあはあはあ、ここにあるのが近い気がするんですけど、はい、これ、うん、あ、その通りです。それです。西田がやってるのはこう、こちらのスターライト。スターライト。全然違うじゃん。同じだろ。美少女やんけ。無理やろ、見せようと思って。どう見ても同じでしょ。それも許したね。これがそう、ホームランダー。これがホームランダーというね。あ、これはそっか、袋の方がかっこいい。どう見えてんの。それはそれ違うて。そうですよ。いや、まあ、ってことは、まあ、ザ・ボーイズはお二人知らなかったですか。まあ、なんかお名前はね、あの、聞いたことありますけど、はいはいはい、見たことはない、見たことはなかったですね。なるほど、うん、この度ですね、うん、Amazon プライムビデオで大好評配信中のザ・ボーイズのシーズン3が配信開始になります。はい、そんなところまで行ってるんですね。そこでですね、うん、この Day4、うん、まあ、今 Day1 なんですけど、はい、Day4 ではこのシーズン3のエピソード1をみんなで見る、ウォッチパーティーをいたしますと。はい、はい、今デイ、え、今がデイ1でございます。今デイ1なんで、はいはいはい、そのデイ4でウォッチパーティーをするから、はい、だから4日間お付き合いいただきます。はい、そこの説明なんか緩めっすよね。はい、すごい。あ、デイ1とかあんまよう分かってないですけど、はい、まあまあ、そこはやっぱりそのドラマですから、うん、これはね、うん、はい、で、その前にですね、うん、この作品の魅力をちゃんと2人に知ってもらうためにですね、うん、はいはい、ここから作品についてしっかり学ぶ、はい、ザ・ボーイズ18禁合宿を行っていると思います。合宿コンセプトとかやりたいことは分かるんですけど、うん、なぜそのラブホテルなんでしょうか。まあ、もう何も分かってないな。合宿といえばってことじゃない。いや、あんまないやろ。学生ってありましたか。サークル合宿といえばでしょ。いやいや、古民家でしょ。そしたら古民家、大体古民家な。古民家をラブホみたいには使ってますけど、まあね、学生はね。なんでなんですか。そこも疑問に持つと思うんですけども、このザ・ボーイズですね、まあ、一応ヒーローの格好をしてますけれども、うん、はい、これ一応、はい、一応してるんですね。ヒーローですよ。そこでつまずくのやめたんだ。
もう冒頭からずっと飲むからな。いやそこでつまずくのだけやめましょう。見せつけんといてくれ。 YouTube だからさ、負けた、その前提をさ飲み込まねえとさ進まねえじゃん。試合負けた後の控え室でこれすら舐めちゃうのよ。いや違うんです、肌色多いから AI が間違えるからさ YouTube 気になったね。でもこれね、実際このドラマ18禁の作品なんですよ。そうなんですよ。そうなんや。でヒーロードラマなんですけど、はい、エログロ満載となってます。うわー、だから、はい、だから、誰が誰がお二人がそのチョイス背負ってるっていうことですね。そうね、はい、でもね、はい、実際これ日本で、うん、この僕がやってる格好のホームランダー、うん、誰がやるってなったら、はい、おそらく僕しかいないですよ。え、そう、はい、それぐらいマッチするっていう。確かに。ほんまにこれ見てもらわないとわからないんですか。やりってことですか。あのそのままです。そうです、ね、人間性はブクロさん、これがそのまま今出てるってことですか。そうです、ブクロさんがドラマ出てる。アメリカのコンプラってまだ昭和なんですか。まあドラマやからね。そう、役柄なんでね。あくまでヒーローなんですね。そんな感じの人がヒーローになってた。そう、ヒーローになってる、うん、ちょっとこう普通のヒーローものとは一線を画すような、ね、なんか本当に正常派の人じゃないじゃないんですよ。違うと、やべえ世界。まずまあこんな格好してますけど、うん、こいつら主人公じゃないですからね。そうですよ。ああそうなん、はい、ちょっとじゃあ、うん、このね、うん、ドラマについて、うん、ざっくりと、はい、まあ、説明させていただこうと思います。ちょっとすいませんこれがな、ちょっと手袋してるとな。こっち、はい、こっち、はい、ありがとうございます、はい、ということでですね、はい、私が、うん、このザ・ボーイズについて、うん、ざっくり説明させていただきます。ザ・ボーイズという作品はヒーローアクションものの、まあドラマなんですけれども、はいはい、まあ、18禁ということで、うん、もうエロもありグロもあり何でもありというか、もうすごいよ。でまあこう一般的なヒーローものっていうのは、うん、こうヒーローが出てきて悪と戦ってこう人々を助けたり、うん、そういうイメージがあるじゃないですか、はいはい、でもこの作品ではヒーローっていうのはね、もっと人間臭いというか、そうだね、かなりこうね、政治的な感じとか人間関係みたいなのがドロドロしてるんですよ、ね、だからもうセクハラとかパワハラとかもう何でもあり。何でもあり。ヒーローやのに。ヒーローなのに。すごいよ。現実に基づいているという。そう、もう現実に基づいているというか、まあヒーローが実際にいたらこんな感じだよねっていうリアリティは感じる。なるほど。利権が絡んでたりとか、はい、この人の事件をこう陰徳したりとか、そういったこうリアリティのあるヒーロー。今その説明聞いてるだけで袋やな。なんでやねん。なんでやねん。いろいろな。そうなんです。ほんでヒーローこの格好で営業とか行くからな。そうですよ。営業。めちゃくちゃ営業とか行くの。そのイベントごとに出てきたりとかね。アメリカだからこう教会に行ってこう話すとか、そういう営業行ったりとか。それギャラが発生したりとか。ギャラが発生したりとか。そんな部分も描くんだ。ヒーローがドリンクの CM やってたり。やってたりとかね。映画に出てみたりとかね。そうなの。そういうのがあったりすると。映画に出てみたり。もう自分たちで作品を作ってるのよ。劇中劇。劇中劇みたいな。ということでですね、はい、今回の、うん、まあ、ザ・ボーイズの登場人物をね、うん、こう相関図にしてざっくりまとめました、はい、これ分かりやすいな。こちらをまずはご覧ください、はい、まずですね、主人公が誰かと言いますと、どれ、ここにいるね、ヒューイ・キャンベルという。そんなちっちゃいの。ちっちゃいの。ちっちゃ、主人公ちっちゃい。そんなとこおんの。でも絶対に上じゃないの。ウィリアム・ブッチャーは、ここはリーダー的な人なんですけど、主人公はヒューイ・キャンベルです、はい。もうここから全てが始まるから。この主人公のヒューイはまあ電気屋さんでね、はい、町の電気屋さんで働いてて、うん、どのコードがいいですよなんてお客さんに説明してる感じ。あ、普段は。で、まあ、店長にちょっと給料上げてくれませんかっていうのもちょっとこう恥ずかしくて言えないみたいな。結構引っ込み思案なんですよね。結構真面目で引っ込み思案な青年なんですよ、はいはいはい、まあ、そのヒューイ・キャンベルがね、うん、彼女とこうデートしてて、はい、街中をねこう歩いてるわけです、はい、で2人でこう歩道を歩いてたところ、うん、目の前で、うん、ヒューイの彼女がバラバラに砕けちまう。これも開始5分やんな。そう、5分、うん、バラバラに砕けちゃう。いやいや、ほんま、その通り、はい、最高ステーキみたいな感じ。いや、ほんまそう。いや、でも本当にそう。だって最後もう手しか残らへんねんから。両腕だけ。彼女とこう手つないで、彼女がまあちょっとこう車道側にいるんですけど、そこにバーンとなって、なんかいきなりね、いきなり。そうなんです。何が起こったのか最初わからないです。それは実はですね、こちらにいる A トレインということですよ。このヒーローが、うん、まあ現場にね急いで行かなきゃいけないというところで、うん、高速移動でこう、こいつは高速移動がめっちゃ速いのよ。そういう特殊能力は音速で走るから。で移動したところに彼女がぶつかっちゃうんですよ。はいはい、ね、音速の事故だ。そうなんです。そう、まあ事故やねんけどな、殺しにかかったわけじゃないねんけど事故で、でももう A トレインも悪いから、そう、あぶつかっちゃった、あすまんすまん、ぐらい感じで行っちゃうのよ。で彼女はもう完全にというか、うわ
ぐちゃぐちゃになってしまうんですよ。この映像なかなか衝撃的ですよ。そこだけでも見てほしい。それが開始5分、それが開始5分、なんでそこだけでも見てほしい。そこだけでもすごいから、そんなわけないやん。だからそれでも引き込まれるから、そう、そっから、どうなんのこっからっていうね。そこでですね、まあ9位はまあ被害者というかね、うん、そうだよね、なわけですよ、ございましたから、はい、そこでまあヒーローをマネジメントしているボートという会社がね、ボート社、こちら側で、それがそうヒーローをまとめてる、これこっちがヒーローなんやな、こっちがヒーロー、はい、A トレインというのがまあボートという会社に所属してるんですけども、うん、ボートから9位にこう示談のね提案が来るんです。うわ、なんか大手事務所の大手事務所感じですよね、まあ、そういうのも入ってくる、ね、まあ、エージェントみたいな、うちらの事務所がでけへんやつ、そうなんですね、なかなかね、エージェントが一人来て、じゃあこのサインを書いてください、うん、はい、でもうこの事件のことはもう言わないでください、もう何それは金で、金で、そうそうそう、まあ、金安いねんな、そうなんです、そんな、まあ、日本円にして40万ぐらいかな確かね、そんなもんじゃない、時間に、うん、まあしようというね、うん、提案があったんですけども、うん、でこうまあいろいろあってメディアの力も使って事件はもみ消されてしまって、それに対してやっぱヒューイは怒るわけです、まあそりゃそうよね、彼女がもう目の前で死んだわけですから、うん、はいはい、でそこに現れたのがこちら、リーダー、ウィリアム・ブッチャー、主人公、ブッチャー、主人公じゃないんですか、まあ、主人公みたいなもんですけどね、うん、この人も大事な役なんですけど、うん、で実はこのブッチャーも、うん、まあ、かつてね、うん、自分の愛した人を、うん、まあ、ヒーローに乱暴されているという過去があります、うん、ヒーローやのにそんなことするんですか、そうなんですよ、うん、で注意はね、うん、まあ、このブッチャーに、うん、まあ、言われて、うん、でこうスーパーヒーローがボートという会社に守られながら、はいはいはい、でまあこういろんな事件を今までもみ消してきたんだよということをね教えられるわけです。悪いことしてんねん、ボート社っていうのは結構悪いことしてきたんだよと、うん、ずっとこういう事件があったけどもみ消してきてるんだと、うん、被害者の会代表みたいなこと、そういうことやね、まあ、みたいな感じですよね、あ、うん、最初、あれ FBI なのって出てくるんでしたっけ、最初はね、はい、CIA、 CIA か、うん、CIA を名乗って、大丈夫、どっち、まあまあこれはまあ後々いろいろあんねんけど、 CIA やな、 CIA を名乗って、ね、そう、そう近づいてくんねん、最初に、はい、でまあ遊ばん方がいいんちゃうか、まだ間違えた、おう、はい、でまあこのねブッチャーが、はい、まあこう一緒にこう手を組んで、うん、今までのこう不正とかをね、うん、暴いてやろうと、うん、スーパーヒーローたちの不正を正そうというか、はい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 、ザ・ボーイズというチームを、はい、ここで結成するんだ、はい、どんどん仲間集めていくんやけどね、はい、まあ昔関係あったりとかするらしいねんけど、そう、結構もう周りはもうブッチャーと関わるなみたいなことを言われたりするの、家族に、まあ、危ないやつやから、はいはいはい、危ないやつなんで、まあこのブッチャーが率いるザ・ボーイズというチームを結成して、はいはい、ボート社と、はい、まあ、こういうヒーローたちと戦っていくという、うん、すごいね、でこう設定面白い、不正を暴いていこう、はい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 、ヒーローが悪役ってことや、そうなんですよ、まあ、でも、うん、ただヒーローはそうやって超能力いっぱいあります、特殊能力ね、うん、このザ・ボーイズは、うん、もうほんまに素手ですから、素手、はい、ただの人間、うん、で武器も効かないですからね、そう、銃弾とかなんやどうすんのよ、そう、そこなんですよ、スーパーヒーローたちと、うん、はい、まあ、平凡な人間がこう不正を暴こうと戦っていくというのがこのザ・ボーイズです。でもどうですか、ここまで聞いて、いや、おもろそうよ、面白そうですよね、ただもう勝ち目はないよね、普通に考えて、そうよね、そうなんですよ、さあどうですか、いやでもその社長とかボート社の社長とかは普通の人間、そうじゃないですか、そうやね、あ、確かに、だからヒーローはヒーローで普通の人間に扱われてる感があって、なんかその縮図が面白くないですか、うん、はい、いい目線ですね、いい目線ですね、辺も結構ドロドロしてるね、そう、俺が言いたかったな、それ、そう、池上さんみたいな、いい目線ですね、いいよね、これデイワンで気づくとは、いい目線なかなか俺らもね、嬉しいな、まあ、ちょっとまだ今がデイワンとも思ってないよ、あんまりまあ、とにかくヒーローが最低だということを、ね、覚えておいてください、分かってきた、はいはい、さあ、ではこれからですね、ザ・ボーイズのストーリーについて深く解説していきます、はい、はい、はい、さあ、まずはですね、ちょっと待ってね、すいません、はい、ください、はい、さあ、まずはですね、シーズン1でございます、うん、はい、さらにシーズン1の説明をしながらですね、森田とサヤにはクイズに挑戦していただこうと思います、はい、このクイズまだ一回も見たことないのに、そうなんですよ、はいはいはい、言ってたらまだなんとなくあれ、まあ、だから予想しながら楽しんでいただくと、ね、はいはい、問題形式で教えていこうと、そういうシーズン1の説明をしながらヒーローたちが物語のところどころに起こす、クソなシーンがございますので、うん、はい、そこをクイズにして出題いたします、はい、
まあ、4択なんですけれども、うん、ヒーローのクソ行動だと思うものをですね、うん、選んで回答してください、はい、ちなみに、うん、正解の一つ以外は、うん、全て西田がですね、うん、大喜利して考えたものになっておると、はい、じゃあ、はい、つまんないってことですか。そんなことないよ。消去法でいけばいいんだ。大喜利として面白くないのを弾けばいいって。それで分かるかもしれないね。でも西田結構かかったでしょ時間。これいや、これもうすぐできました、うん、すぐできた。すぐ思いついた答え。すぐ思いついた。クソな行動思いついた。そう、やっぱクソ同士なんで。そういうことね。分かりました。共鳴するところあるから、ね、はい、はい、まあそれをちょっと参考に、はい、ではまずですねシーズン1の解説の前にこちらの映像をご覧ください。見たい。はい。あ、これをつけな。これいいね。Anything I can help you with? I'm not gonna piss you about, Huey. I heard what happened to Robin. これはまあ出会いのシーンですね。はい。はい。はい、あ、これも出た。コッパ美人。うわぁ、思ったよりコッパ美人。大黒です。これ A トレインね。これです。ね、彼女を見る場合したよ。はいはい、ヒーローにいろいろされた人たちが5人ぐらいおんのね。そうです。こいつらがまあチームを結成してということですね。うわ、怖い怖い怖い。うわぁ、グロッ。なかなかまだ甘いもんですよね。これ人間でしょ、今のやったの。まあ、ナチュラルにグロいな。これも実は今ヒーローおったんですよ、そこに。あの、なんか潜ってた人。いやいや、見えてないけどヒーローおった。ほぉ、あれ、これ袋。袋さんです、そうです。おい、What's Sporty Spice up to? Sporty fucking Spice, what's she up to? I don't know. And baby, not even page 6 of the Daily Mail.You see, when they're apart, they're absolute ううね、fucking rubbish. 過去にあったんですね。怖い怖い怖い。They're gone, they're fucking Spice Girls. Spice Girls. そういうジョークもある。We knew each other. We're fucking dead in the woman. アメリカンジョークやっぱ多いですよね。Spice Girls は何？問題が多い。Jesus, he gives the worst pep to see you. まあ、そこ届くんでみたいな。なんか、まあ、そのモチーフみたいな。あ、Spice Girls。この音楽はね。うわ、なんか出たわ。赤ちゃんからなんか出てたよ。Earth's most mighty motherfucker. Please, 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 no, please. うわ、めちゃくちゃやね。Pardon my French. Fuck those fuckers. おお。うん、蘇るね、うん、確かにグロいな、ね、うん、確かに、はい、はい、ありがとうございます。もうほんま、ほんの一部ですけれども、すごい、はい、はい、なかなかの彼女のところはあんなコッパみじんやったんですね。でしょ、ね、そう、ちょっと骨も見えたりとかね、レバーみたいな。なんせこの CG が CG と思われんぐらいリアルなんですよね。俺も何回かあのコマ送りというか、うん、一旦停止とかしても、うん、え、これほんまに CG かっていうぐらいリアル、リアル、リアル、すごい細部も作り込まれてるんですよね、うんうん、はいはいはい、はい、ということで、はい、それでは私の方からですね、うん、シーズン1の紹介の方していきたいと思います。はい、ヒューイとこのブッチャーによって結成されたヒーローたちの不正をね、うん、暴こうとする、はい、ザ・ボーイズというチーム、はい、そして超能力を持つこちらのね、ボート社側の、うん、まあ、クソヒーローの戦いという構図は、まあ、ご説明しましたよね。終わりましたよ。はい、そして実はヒーロー側にもセブンってちょっとおかしいんじゃないのと、うん、これはまあセブンってまあ言ったら200人ぐらいおんのよ、超能力使えるのが。 その中でも優秀な7人というか、この時点では7人一軍みたいな、スーパーヒーローセブンっていうのが、はい、スーパーヒーローセブンっていうのがまあ一軍で、うん、まあ、キャプテンがこのホームランダーなんですけど、このね、袋ね、そう、袋さんです。このセブンの中にもちょっとこのヒーローおかしいんじゃない、やりすぎなんじゃないという疑問をね、はい、持つ人がいるんです、うんうんうん、それがこの私、スターライトです。うわ、そうですよ、これです。本当の正義ですよ。スターライトはちょっといいやつなんや。スターライトは、うん、まあ、最初にね、その、まあ、ヒーローになって、うん、ですぐにセブンにこう入ってくるんですけど、ね、ちょっとなんか変だなと。 あなたは何ができるの、特殊能力として、うん、私はなんかこうね、目からこう光をバーン出したりとかして、うん、そうそう、あと電気を操ったりとか、へー、だからもう、こう目をちゃんとこう目を開いて見てると失明してしまったり、危ない、危ないよ、そう、危ないんですよ、っていう、まあ、能力を持ってる人です。スターライトはこのちょっと体勢は良くないんじゃないかと、うん、そうなんです、うんうん、そうです、うん、ということでですね、はい、突然ですが、うん、ここで問題です、はい、
スターライトはセブンに加入してボート社を訪れたところ、うん、先輩ヒーローであるディープという人にあることをされます。あら、それは一体何でしょうか。4択の中からお答えください。はいはいはい。その前にいるのが、今ディープ、これディープですね。はい、まあ、結構ディープはなんか海の生き物とかを使って、まあ、海中戦が得意というか。海中戦が得意なディープ、はいはいはい、ということで、じゃあこちらに今、はい、私がね考えた大喜利と、はいはい、そして、まあ、本当の答えが4択があります、はい、ありますね。 A、はい、B、C、D。 さやさん剥がしてもらっていいですか。じゃあ A こちらですね。 A こちらドン、はい、加えてと言われた。B に行きましょうか。はい、B。 自慢の切手コレクションを見せられた。まあ、まあなんかちょっと頑張った大喜利って感じがする。そっちで見てもうてる。なんかシュール系の、うん、なんかね、うん、そして C 行きましょう。はいはい、C こちら、はい、TikTok を一緒に撮らされた。ひどいね。ひどいですね。まあ、たまにいますけどね。たまにそういう番組、嫌な番組あるよね。ありますよね。なんか何も聞いてないのに、TikTok 用でみたいな。言われるやつね。あるけど。私あれトイレで巻いたことあります。そして D はこちら。はい、こちら。スターライトがね、まあ、セブンに入って与えられた自分専用の椅子にうんこをされてます。ひどいですよ。人参ですからね。でも、はい、この4つでございます。さあ、この4つの中で、1つだけ正解で、あとは西田が考えた大喜利でございます。はい、あ、でもこう見たら簡単かも。おお、じゃあもう行きますか。行きましょうか。はい、森田、はい、どれでしょう。え、いい？ A、B、C、D。いいですよ。はい。A。A を加えてと言われた。これが正解だと。なんか、さっきのあいつ言いそうやん、なんか。言いそう、ちょっとね、ニヤニヤした顔が。なるほど。さあ、やどうでしょう。うわ、これなんだろう。D か。D か A やと思うわ、俺も。いや、西田はうんこってすぐ言いそうなので。ほうほうほう。これはまあ、ないとして。ない。自慢の切手コレクション。いや、それはもう西田が一番渾身のやつやと思う。ありますよ、切手コレクションもね。切手コレクションっていうのが劇中に出てくるなんかヒントなのかなと思って。ああ、なるほど。たださ、 ね、それ見せられてさ、うん、何がひどいの。クソ行動ですよね。まあまあ、ね、されたことですから、うん、興味ないのに見せられてほしかったとかね。興味ないのによ。さやさん、じゃあどちらに。 TikTok もちょっと違うかな、うん、はい、ここはね、あの西田のうんこボケだから。ああ、はいはいはい、うん、いや、 B、 A か B、 うわ、でもな、はい、私 B はそんな気づかないから A かな。 A、 なるほど、2人とも A だと。はい、わかりました。わかりました。はい、2人とも A ということで、はい、一番最低ですから。なんかそうやし、なんか西田はさすがにここまでの大喜利は、はい、あの、いかんと思うんだよ。ああ、そうですか。いろいろクライアントさんとか考えたらここまではいかんと思うんですよ。社長目線ですよね。なるほど、はい、ということで、はい、はい、正解の方はこちらです、はい、VTR をご覧ください。はい。 You wanna know the truth?、うん、I actually had a poster of you、うん。Really? I hope that's not inappropriate to say. あなたのボス家に貼ってたと。そう、憧れてたんだと。新入りですからね、スターライトはね。さあ、これは？はい。はい。日焼けしてますね。あれ？すごいね。俺のこと好きだったんだろうと。出会いのシーンですか？わわわわ、hey, wait, 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 wait. セックスしようとは言わないから。まあ、この権力も振りかざして。最低ですね。え、ほんで加えんの？マジ？はい、あったのかなと。はい、吐いてますね、トイレでね。あ、吐いたんですか？吐いたんや。そんな奥まで入れて終えじゃないですか。その上じゃないよ。そのディープじゃないです。でも、やったんじゃないの？どうなの？この女性もヒーローのセブンの一員です、うん、はい、経験者からね。経験者なのか、まあ優しくね、ここはね、うん、はい、あれ、はい、ということで正解は A の加えてと言われた。すごいね。とで2人とも正解。ありがとうございます。素晴らしい。B の回答恥ずかしいな。ちょっと大喜利をしっかりとやめろって。切手コレクションのシン食った感じの大喜利を。3つの中で一番気に入ってたやつだと思う。気に入ってたんでしょうね。すぐ回答を避けましたので恥ずかしいですけれども。格好だけで恥ずかしい。すごいな、切手コレクションとうんこですって。ちょっと待ってください、さやさん、体中が赤くなってる。大喜利の恥ずかしさ。顔だけじゃなくて肩が赤いじゃないですか。まあでも素晴らしいです、お二人とも正解でございます。はいはいはい、すごいな、はい、でもそれが、ね、これが正解ってすごい作品です。なかなかでしょ。ああ、はい、それは18禁ですよ。はいはいはい、ね、そして、はい、物語を語る上でね、うん、一番解説しておかなければ、おかなければいけない人物が、はいはい、まあ、セブンのリーダー、はい、ホームランダーですね。ホームランダー、今ブクロさんが、ね、はい、まあ、来てらっしゃいます、はいはいはい、でホームランダーというのは、まあ、分かりやすく
こう常人をはるかに凌駕した身体能力、はい、でまあこう空を飛ぶ感じの、はい、あじゃあもうザって感じ、まあ、もうそうそうそう、一般的なヒーローを思い浮かべてくれたら大体できるからこいつで、あとは目からねレーザービームみたいなのを出せる、すごいよ、もう見られたらおしまいよ、でそう目合うだけでもこいつが殺そうと思ったらもう一瞬で殺せるから、結構殺すシーンはもう目からレーザーが多いで、透視能力もあるという、だからこう見るだけでその人の悪いとこ分かったり、なるほどね、最強じゃん、という最強のやつなんです、はいはい、だからまあ某ね、アメコミのまあスーパーヒーローにまあ酷似したという、なるほどね、まあ代表的なヒーローという、はいはいはい、で子供の頃から隔離されたところ、まあ、研究所的なところに入れられて、うん、まあこう訓練を受けながら育ったと、おおおお、で誰からもこう愛情を注がれずに育ってるという、そうか、まあ、その辺は後々分かってくるんですよね、おおおお、だからもう他人をねこう思いやる心がまあないんですね、ああ袋ですね、待ってくれちょっと待ってくれそこで共感せんといてくれ、違うね、でもまあまあほんま最初はまあ残虐よ、ひどいことしてるけども、うん、でもなんかこいつの気持ちもわからんでもないな、それはお前やからやろちょっとなんか物悲しさもあるのよね、後々やけども愛されたいというかね、気持ちあるんだ、欲求もある、はいはい、ということで、はい、それでは再び問題です、はい、シーズン1では、まあ、ホームランダーの異常さがね、はいはいはい、よくわかるシーンが結構あるんですけれども、うんうん、はい、その中でクイーン・メイブという、さっきあの一緒にねトイレにいた女性なんですけど、はいはいはい、そのねセブンのね仲間のクイーン・メイブと一緒にハイジャックされた飛行機をね、うん、救出しに行くんです、はいはいはい、ヒーローっぽいね、そこ飛んでいくからね、そこはヒーローやな、でこのハイジャック事件は思わぬ結末を迎えます、はい、その結末とは一体何でしょう、はい、4択の中からお答えください、はいはい、それではじゃあ楽しみだな、さやさんめくってください大喜利楽しみだな、いきますよ、はい、A、飛行機を持ち上げて安全なところまで届けた、はい、まあまあ思わぬ結末ではないよね、うん、B の方お願いします、うん、はい、ハイジャック犯の両親を連れてきて説得させた、うん、おお、じゃあ C お願いします、ちょっとこれボケっぽい、そうね、うん、乗客もろとも飛行機を墜落させた、おお、これは意外だ、なんかね、 D お願いします、はい、誰一人助けずに CA をお持ち帰りした、ね、はい、この中に正解を2つ、3つは西田を考えています、はい、真実は1つだけ、これちょっと難しいんじゃない、これいやー確かにその西田が考えたでいけば、うん、西田がちょっとその辺で考えた、だから俺は答え知ってる身からすると、うんうんうん、あれ西田、うん、ちょっとサボったなって思うんじゃない、そうですね、なんかあのちょっと考えの逃げたかな、 A が正解じゃないならば、うんうん、クソすぎるよね、はい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 、ちょっと答えとして、うん、大喜利として D かな、 D、うん、D もありそうよね、ありそうなんだ、さっきのエロがあったからこれじゃなかった場合、うんうん、大喜利としても弱いんですよ、うん、弱いよね、はいはいはい、うん、さあその辺うまいね、じゃあまあB が、B が一番、まあ、今回また B が、うん、西田はちょっと俺が気合入ってる大喜利やと、ちょっとあの、うん、バカリズムさんのところに憧れた大喜利の回答こんな言われるの嫌やな、解説だけやめてもらっていいですか、考えた方がいいな、さっとさあじゃあ森田さん、はい、はい、お答えください、 CC の大学ものとも飛行機を墜落させた、うん、はい、さあやはどうでしょう、私 D だと思います、 D の、C を持ち帰りしたと、まあね、確かに、はい、分かりましたね、色気なの、なんかそういうちょっと色ぼけ、なるほど、多いんじゃないかなと、うん、はいはい、ということで、はい、正解はこちらです、はい、VTR の方どうぞ、はいはい、ハイジャック犯ね、これはね、緊迫したシーンなんですよ、うん、あー、出来ました、可能性も全然ある、うわ、これが目からレーザーね、これはまあハイジャック犯、はい、あー、強いな、助かった、有名人ですから、はい、もうホームランダーが来たらもう助かったと思いますから、確かに世間はね、はい、うん、ホームランダーありがとう、うん、ありますよね、うん、で、その貴重地域が、あれ、なんで、どうした、どうした、殺されてもうたんですよ、ここで機長がハイジャック派なんです、お、はい、でもう落ちてしまうと、お、やばいぞと、これはさすがのホームランダーでもどうするみたいなことですね、ホームランダーが目のビームでも壊しちゃったわけですよね、いや、そうなんや、そこのね、そう、ハイジャック派を殺すときに、まあそうね、空中では踏ん張れない、うんうんうん、
ここまでだと。どっち？ No, 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 no. I'm just seeing something down the back. Are you going to save us? Oh, sweetheart, of course I'm going to save you. あれ？え？みんな今連れて帰ろう。怖っ。え？さあ、ヒーローとは思えないセリフ。ああ、行っちゃいました。いやいやさあ、ということで正解は C の乗客もろとも飛行機を墜落させたでございます。はい、ということで正解は森田でございますね。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。こちらが正解。すごいね。何をちょっと最後悲しい顔してるの。いや、今思うところはあれだろうけど、最後あれどこに立ってたの。あれは浮いてんの。空中に浮いてる。本当なんだ。あれもなんとしてはあの大喜利を下げたんですけど、いいもういいから。やっぱこれがシンプルな私のね、気合入ってましたね。浮いてますね。そんなわけないですからね。両親出てきてコントみたいな感じの。はい、まあでもサーヤは見事に騙されましたからね。そうですよ。なんかありえるっちゃありえるよね。穴開けてそのまま CA だけこうバッて連れてったのかなと思ったんですけど、全然そのクソさで言ったら全然ありそうな、ありそう、すぐ下げようとするじゃん。恥ずかしい。全然持たせてくれへんやん。全然持たせてくれへん。できれば下げたい。すぐ割りたい。なかったことにしたい。さあ、まあここまで見てきましたけれども、結構もう興味あるでしょ。すごいね。面白いですね。だどうなっていくのか確かにめちゃくちゃ気になるな。そうでしょ。今どのヒーローが気になるとかありますか。この中で言ったらね、見た目で、見た目でもいいですし、圧倒的に。でもそのホームランダーがクソじゃないですか。そうね。で他の今のメイブとかもこの子だけはみたいな人の心があるから。そうなのよ。ホームランダーが本当に時期のない。やっぱホームランダーがどう構成していくのか、俺はやっぱりそれを袋になぞらえてみたい。そういう見方じゃない。そういう見方じゃないから。やっぱりね。いやいや、まあまあこれはなんかどん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 ここからまた面白くなっていくんですけど。そうなんです。今回はここまでと。はい、デイワン、デイワンはここまででございます。はいはい。どうでした。これ面白そうですね。面白そう。なんか普通のヒーローものじゃないのがいいですね。そうね。飽きないというか、大体流れわかるじゃないですか。そうなのよ。全く読めないから。でちゃんとあそこまでやんのっていうことやるからいいよね。結局まあ暴徒者も企業で政治みたいな。はいはいはい。こいつらもなんかその支持率が何パーセントとかずっと気にしてたり。ああ、そうそうそう。個人出るのよ数字がね。なんかしたらそう数字下がっちゃう。はいはいはい。で数字下がっちゃうとセブンにいられないんじゃないか。はいはいはい。なんかその人のクソさと会社のクソさと、そう、企業のヤバさとか、いろんな社会の。あとはなんかそのアイドルのあり方とかみたいな。まあそこも入ってきます。総選挙みたいな。はい。そう、まさにそう。でクビになったりもしますからね。そうだ、この辺の面白い。さあ、そんなザ・ボーイズなんですけれども、次回はさらにですねザ・ボーイズの魅力に迫ります。強烈なキャラがまだまだ登場しますから皆さんお見逃しなく。それでは皆さん、さよなら。バイバイ。